悩み相談。はい。こちらの僕の情報商材完全バイブルがまた売れたみたいです。購入ありがとうございます。こちらの超特典ですね。を申請していただいた方からですね、お悩みいただいております。いただいたのがですね、最新の情報商材ビジネスにおけるノウハウを知りたいと。まあ、こちら出版してから何年経つ？出版が多分ね、2016年ですから、今2023年なんで、7年前に出版した本ですからね。それやっぱり最新欲しいですよね。すいません。この前ですね、ちょっとこの YouTube の下に、動画のリンクちょっと入れとくんですけども、この前ね、僕のコンサル生で、1000万、単月の売り上げですね、1200万ぐらい売り上げを作ったこと対談してます。で、その前の月が1000万ぐらいか。だから1000万、1200万ぐらい売り上げ作ってます。で、300、500、700、800、1000、1200とか、そういう流れで今、徐々に売り上げ上がってるんですけども、その子との対談で、その子が、これあればいいですよっていう言ってくれたんですけど。その最新ってじゃあ何が変わるのかっていうと、僕19年ぐらいですか、ネットビジネス入って僕は2015年か14年ぐらいなんで、ずっと見てますけど、その最新って何が変わるのかっていうと、そのプラットフォームが変わるんですよね。例えばもう超昔の話で言うならば、ミクシーで稼ぐ方法とかね、最新みたいな、ミクシーでどうやって稼ぐのみたいな、昔ね、ミクシーで稼ぐ方法、80万ぐらい稼ぐ方法っていうのはね、めちゃくちゃ売れたんですよ。これね、1億ぐらい売れたと思いますね。はい。結構ね、ずっとインフォトップ、インフォカートっていうところが ASP あるんですけど、今だったらね、ブレインみたいに出てきましたけど、ずっと1位みたいな。そのミクシーで80万ぐらい稼ぐ方法みたいな。だから当時はね、ミクシーっていうのは新しかったわけですよ。でも今ミクシーって新しいですか？新しくないですよね。だ今だったら例えばインスタもちょっともうだいぶね、僕インスタも8年ぐらいやってますけど、インスタ8年ぐらいやってますよ僕。だから新しくはないですね。でも今風に言うならばね、そのプラットフォームですよね。今だったらFacebook よりインスタの方がいいですよね。どちらかというと。若い人 Facebook やってないじゃないですか。だからインスタで稼ぐ最新のなんちゃらとかね。だからそのプラットフォームですよね。あと TikTok とかね。TikTok ライトとかなんか今あるのかな。だからそのプラットフォームが新しくなりました。で、そこでどう集客をしてどうマネタイズするのかみたいなのが、最新みたいな話なんですよ。でもやってることは大した変わんないですよ。やってることはここが変わるだけです。前のその集客のプラットフォームが変わるだけです。もしくは広告先のプラットフォーム、広告先がインスタなのか、広告先が YouTube なのか、広告先が TikTok なのかとか、広告先が変わるのか、無料集客する媒体が変わるのか。で、あとはもうほとんど一緒です。リストを獲得して、で、そこで教育して販売していくっていう。だから全部本にも書いてあります。で、実際に、その1000万、1200万上げた彼がやっている方法は、もうメールアドレスを獲得します。で、ステップメールを流します。で、フロント商品を売ります。で、フロント商品買ってくれた人にバックエンドを売ります。それをステップメールで組んでますっていう話なんですよ。で、これって、相当昔というか、僕がネットビジネス始めた時18年とか それぐらいからメルマガの配信期はありましたんでね。最近だとね、最近でもなくなったと思うんですけど、 LINE の L ステップとかね、L ステップ結構高いんですけど彼が使ってるのはもうマイスピの3000円の一番安いプランなんですけど
そう、最新じゃないですよね。マイスピーも結構10年選手なのかな。あのマイスピーで十分ですね。一応マイスピーのリンクも入れておきますね。あの知らないよって、もし知らないよっていう場合は、そのメルマガ配信機っていっぱいあるので、どれがいいんですかっていうところで、まあ僕のコンサルタントで使ってるのはマイスピーなんですけど、でその一番安いプランですね、3000円ぐらいのやつです。で3000円の、メルマガ配信機のそのプランで、1000万以上上げてます。でやってることも古典的、昔からあるリストを獲得します。そこに対して教育コンテンツ、ステップメールを送ります。で売ります。でバックエンド売りますっていう、それもステップで組んで、でやってるだけです。まあ最新のノウハウではないですけど、最新の情報です。令和5年先月の結果ですね。先月から1200万、それぐらい古典的な稼ぎ方です。めちゃくちゃ古典的な稼ぎ方だけども、先月令和5年の、9月ですか、売上1200万ですね。であとは彼がその売上がこうどんどん上がっていった、その大きいその上ポイントとしては、広告を使ってるってことですね。今最初はまあ無料集客で、やって、で、リストを自分で集めて、で販売しました。で販売した時にそのパネルというかね、シナリオができたんで、じゃあそのシナリオをじゃあ広告で回してみようってことで広告を始めました。で最初はね、いくらだったかな、何万円とか何十万円とかでやってて、今は1200万上がってます。で広告費どれぐらいかっていうと、200万ぐらいって言ってましたね。だからまあ純利としても、まあ売上1200万で広告費が200ぐらいで、だから純利としては1000万ぐらい残ってるかなっていう感じですかね、はい、でも広告200万に対して1200万の売上、純利として1000万ぐらい残ります。全然いいっすよね。全然良くないですか。だからまあ僕はですね、あの広告は最初はお勧めしてないです。その彼も最初から広告やってないですからね。最初のその土台ですよね。コンテンツをしっかりと作れるようになるとかね、メールをしっかり書けるようになるとか、メールでしっかりこう反応を上げられるとか、セールスレターが書けるとか、その土台があって、ある程度シナリオを作って、それをテストできて、でそこでゴーした方がいいと思います。やっぱね、いきなり広告か、全く初心者で広告かけて売れるかっていうと、売れない、そんな簡単に売れないので、まずは土台を作る、基本を作ってから広告でレバーってかけた方がいいと思うんですけど、まあ、最新の情報商材ビジネス、まあそのプラットフォームが変わるわけです、だけですね。そう、例えばまあ ASP で言うならば、ブレインっていうのが出てきて、じゃあブレインを使ってめちゃめちゃ稼ぐ方法っていうのも、まあ新しいんじゃないですか、もしあるんだ。多分あるかもしれないですよね。ブレインを使ってめっちゃ稼ぐ方法みたいなね。ブレインっていう昔はなかった。18年前とか19年前、ブレインっていう ASP なかったんですよ。僕が一番最初入った時は、インフォカートが出始めて、その後インフォトップがちょっとしたら作られたんですよ。でも今、あんまりもうちょっと下火ですね。まあ多分今ブレインの方が多分有名だと思うんですけど。だからインフォトップまだあんのかな？まあインフォカードありますね。インフォトップ最近見てないんでわかんないですけど。でも情報商材って言ったら、そのインフォカード、インフォトップが結構昔からある ASP ですね。情報商材の。そう。だからその、最新を知りたいのか、お金を稼ぐ、ちゃんと稼げるものを知りたいのか、どっちですかって話ですよね。なぜ最新のノウハウを聞きたいのかっていうと、ゴールは、目的は結局お金が稼げるかどうかじゃないですか。そうじゃないですか。最新のものでも稼げませんってなったら、まああんまり良くないですよね。じゃあ古典的な稼ぎ方でも今1000万以上上がってます、どうですかって話なんですよね。で僕としては、まあ個人でその稼いでいく上で、まあ、ぶっちゃけまあね、まあ僕は塾を運営してますけど、その塾でもゴール設定、目標設定をまあ100万ぐらいに置いてるんですよ。で個人で100万ぐらい自分で稼げるようになれば、まあ僕はまあ十分なのかなと。であとはまあそのもっと稼ぎたいっていうことだったら、彼はね今25歳か若いんで、ちょっとガンガン今言ってるんですけど、まあ自分が稼ぎたいだけ稼げばいいんじゃないかなっていう。
ベースとしては、まあ、ぶっちゃけ100ぐらいあれば普通に生きていけるじゃないですか。てか、まあ、十分ですよね。普通の会社員で給料100もらうって、結構、求人票見てもなかなかないじゃないですか。だから、まあ、すいません、古典的な稼ぎ方を教えてるんですけど、まあ、1000万ぐらいいけますけど、まあ、1000万いかなくても100万でもいいと思うんですけど。なんかね、まあみんな、なんか最新のノウハウとか最新のものだったら稼げるって思ってるんであるならばですよ。それはちょっと違うので。最新のものだから稼げる。最新イコール稼げるではないんですよ。はい、最新でもちゃんとやるべきことをやってないと。例えば、じゃあ、最新のプラットフォームが出てきました。新しい。じゃあ、インスタグラムが出てきました。じゃあそれで、じゃあインスタグラムの新しいプラットフォームを活用したからといって稼げるのかっていうと稼げないんですよ。ちゃんとした活用方法をしないとね。でもそのちゃんとした活用方法っていうのは大した変わってないんですよ。だってリストを取って教育して販売ですから。集客、教育、販売、これもう変わんないですよ多分。10年後も20年後も30年後も集客、教育、販売はほとんど変わんないです。でここもちょっと変わるとするならば、教育のやり方、販売までのやり方がちょっと変わる。例えば、販売までのやり方が、LINE、L ステップっていうね、LINE で、LINE の L ステップの複雑な機能を使って、細かくやっていくとかね。その販売方法ですよね。あとは、まあ、昔からあるんですけど、まあ、ウェビナーみたいな感じで、そのすぐ売っていくみたいなとか。でも、やってることってフリーコンテンツ提供して、関係性構築して売るっていうのは、まあベースは変わらないですよね。で、それができるか、できてるのか、できてないのかって話なんですよ。集客できてますか、お客さんとの関係性できてますか、販売できてますか。で、この集客の入り口はいろんなプラットフォームあります。どこ使いますか、お客さんとの関係性構築するためにフリーコンテンツ何か提供できてますか、メルマガ、ステップメールでも、そのステップメール内の中でもちゃんと価値を提供できてますか、関係性、お客さんとのリレーションシップできてますか、で、販売、ちゃんとセールスレター作れてますか、ちゃんとセールスビデオ作れてますか、と。大体どっち、あとはウェビナーみたいなね、ウェビナーで売るみたいなのもありますけど、大体大きく分けると販売はセールスレターか、セールスビデオか、ウェビナーですね。まあ、あとは対面にも、対面クロージング、ズームとか、ズームの持ってって、ズームでクロージングをかけていくとか、対面に持って、まあ、直接リアルに持ってって、クロージングかける。もしくは、直接セミナーに誘導、リアルセミナーに誘導して、リアルで、そこで販売していくとかね。大体こんなもんでしょ。これ以上ないですね。うん。まあ、スカイプがズームに変わるのか、みたいなね、それも。昔はスカイプだったんですけどね。今、ズームみたいな話じゃないですか。でも、やってること変わんないですからね。まあ、僕はまあ、これからも多分いろいろな新しいプラットフォーム。まあだからインスタグラムが、メタ社。Facebook とインスタですよね。そのメタ社が、その、Twitter、旧 Twitter、X に対抗して、なんだ、新しいの、スレッズか。スレッズみたいなの作りましたやん。じゃあ今度スレッズで集客して稼ぐ方法っていうのももう出てるかもしれないしね。いっぱいなんかその新しいの出てきたらそれで〇〇で稼ぐ方法〇〇のなんちゃらっていうただ出てくるだけで中身の本質的なベースは変わらないんですよね。で、そこを理解していないと〇〇の最新の稼ぐ方法とか〇〇の最新の稼ぐ方法だったりとかそういう情報に右往左往してしまう。で、大事な、本当に大事なところを見落としてしまうので、まずはここの大事なところをしっかりと理解して、ここでも売り上げ作れますから普通に。あと何が変わるかだけの話なんで。まあ一回すいません。多分おそらくまだ1200万とか1000万を超える売り上げを作ったことはないと思うんですよ。なんで彼もコンテンツビジネス始めて2年ぐらいですか。はい、そんなもんです。まあ僕はもうね、18年、19年、もうすげえずっとやってますけど、彼はもう初心者で稼げない状態ありましたんで、2年ぐらいです。で、そこまで行ってます、今。だから一回すいません、聞いていただくと。ね、同じ、本
ですから、彼が持ってる本もと、なんか彼が持ってる本だけなんか特別号とかじゃないですから。すみません、同じ本を彼は持ってます。そう、まあ対談でね、嬉しかったのが、なんか彼今まあタイに移住してるんですよ。タイに移住しまして、まあ、売上ボリュームがすごい上がって、まあ、タイに法人作ったんですよ。でそのタイに行く時にこの本を一冊だけそのキャリーバッグに詰めて、でタイに来ましたみたいなこと言ってくれて、もうこれで十分ですよみたいなこと言ってたんですけど、もうめちゃめちゃもう、まあ、現場の声というか、うん、まあ、彼はこれで十分みたいな話をしてくれてるので、まずはあのここに書いてあることをしっかりとできるようにするということです。でまあ本にも本当に書いてありますけど、ここで書いてあることをやれば年収確か1000万いきますよみたいな話を書いてあると思うんですよ。でここの本に書いてあることを自分が実践できるレベルまで持っていけば、まあ普通に稼げますんで、うん、本質的なところすごい書いてますから、うん、まああとはまあ具体的なハウツーも書いてありますけどね、はい。まあ、ということで、まあ、すみません、最新っていうのは何が最新になるのかっていうのは そういうところが最新になるだけであって、まあ、基本的な本質的なところは時代が変わっても変わらないです。集客、教育、販売と、うん、はい、これはもう変わらないです多分、うん、人間の構造自体が変わったら別ですけどね、人間のその感情のメカニズムが変わったら、うん、多分江戸時代の人と今の令和の人の感情のメカニズム、こんなことを言ったら怒る、あの嫌な気持ちになるとか、こんなことを言ったら嬉しくなるとかね、例えば江戸時代の人もなんか商いあったと思うんですよ。で江戸時代ありがとうございましたと、ま、みたいなあったと思うんですよね。なんか気持ちいいじゃないですか。でそれがなんか令和になると、ありがとうございましたって言ったら、ふざけんなこいつムカつくなみたいになるっていう、なんかそのロジックが変わる、この言葉をかけるとなんかロジック変わるみたいなね、なんかそういうなんかあれがあるんだとまたちょっと変わるかもしれないですけど、人間の感情って変わんないので、だそこをもうしっかりと勉強した方がいいですね。変わらな、あの変わらないものは何なのかって話なんですよ。ね、みんな変わっていくものに右往左往するんだけど、そもそもずっと変わらないもの何なのっていう。でここを土台にセンターピンにして、ここをセンターピンにして、その新しいもののチョイスしていくプラットフォーム、一番最初に言ったミクシーで稼ぐ方法みたいなのあるじゃないですか、言ったと思うんですけど、今ミクシー使ってもきついと思うんですよ。だからこの土台をしっかりと、変わらない土台をしっかり作った上で、時代に応じてそのプラットフォームを選んでいけばいいってことですね。多分今ミクシーに広告かけても結構きついでしょうね。彼は今 YouTube とインスタに広告かけてますけど、まあミクシー広告募集してるのか分かんないですけど、まあきついですよね多分ね。そう、はい、まあいろいろ申し上げましたけど、この時代が変わってもその変わらないものって何なのかっていうところをちょっと、着眼して見ていただくといいと思いますね、うん、はい、ということでいただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。